はい、続いてですが落合選手やっていきたいと思います。ここからはですね、国技所があまりないのでリーグオーダーに入っている選手から優先的にやっていきたいと思います。落合選手に関しては2回チャレンジになりますね。はい、それでは行きましょう。もちろん狙いは勝利の下1点です。さあ一発でついてくれると嬉しいんですがどうでしょうか。おさん、いや、ミート89はえぐいですね。はい、落合選手は最後です。先ほど星さんがつきましたので極意書5枚突っ込みたいと思います。それでは行きましょう。とにかく勝利の下、勝利の下1点狙い。星さん、超人。はい、続いて藤原選手いきたいと思います。藤原選手は1回のみです。ご覧の通り極意書がないのでもう極意書なしでいっちゃいます。まあここで星さん勝利の下がついてくれたらいいんですけども、まあつくわけないですよね。はい、続いて安田選手いきたいと思います。安田選手も2回チャレンジになりますね。そして安田選手に関してはまだ育成中の A ランク、そしてまだ育成が終わってない A ランクがありますので、今回は2回とも極意書なしでいきたいと思います。それではいきましょう。さあ極意書なしで星さん勝利の下がついてくれたらいいんですけども、お、来た、ロシオン、打撃を極めし者。はい、それでは安田選手ラストいきましょう。さあ星オンはさっきついたのでできれば星さんがついてきて高級出だ。はい、極意書なしで星オン、星さんと連続で来ましたね。安田選手に関しては先ほどお伝えした通りまだ A ランクがありますので、今後称号チャレンジをまたやりたいと思います。ですので今後の圧縮も考えて星さんの高級出打をつけておきたいと思います。はい、続きまして8人目、マーティン選手やっていきたいと思います。オープニングで9名とお伝えしたと思うんですけども、今回このマーティン選手で最後にしたいと思います。マーティン選手をですね、前回の動画で佐々木千早選手を狙って出てきた S ランク、こちらをぶち込みたいと思います。もちろん狙うは勝利の下1点。それでは行きましょう。さあ星さん勝利の下ついてくれ。星さん飛ばしや。マーティン選手結構称号チャレンジやってるんですけども、全然勝利の下がついてくれません。星さんは引けてるんですけどね。はい、というわけで今回はロッテ純正最強決定戦に向けて称号チャレンジやっていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ称号チャレンジはね、ガチャと一緒で運次第っていうところはあるんですけども、まあまあ狙いの称号は引けましたので、まずまずといったところではないでしょうか。そして称号をつけた状態でオーダーがどうなっているかっていうのはまだ見てないので、この後見ていろいろ考えたいと思います。そして後日ですね、ロッテ純正の最強決定戦どんなオーダーで臨むのかっていうのはご紹介したいと思いますので、お楽しみに。というわけで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もやっております。概要欄にリンクございますのでフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。